楽しそうな湖がありました。早いです回転が。筋肉超人だと誰が有利な環境ですか？それでは街に戻りながらライブ配信しようと思います。で今日が2日目です。サパという街にいます。でさっきまでこっちのなんとか丘ってところを登って今戻ってきたところです。でここから階段降りてしばらく行くとサパの街中になるので、その中心部まで散歩しながら雑談してそんな配信しようと思います。ベトナムの気候はどうですか？たまににわか雨降るんですけど、だいたいいい感じです。で特にこのサパっていうところは涼しくて気温20度ぐらいなので、とっても涼しいです。でここサパは山岳部の少数民族を訪ねるトレッキングの拠点として人気なんですけど、僕も明日行ってこようと思います。体調は大丈夫ですか？はい、まだ2日目だから全然大丈夫です。あ、欠席大丈夫なんですか？はい、そうだ、ちょっと前に石出てきました。おかげさまでありがとうございます。で来る時もねそうだったんですけど、この道どこ通っていいのかよくわかんないんですよね。さっきはショベルカーの場所違ったんで大丈夫だったんですけど、わー怖いなここら辺ね、安全管理とか誘導とかしないのか、おおらかだなと思います。ネット回線が良くなさそうな場所だけどライブ配信ができることがすごい気がします。そうですね、意外といいですね。しかも SIM カードも安くて、日本の Amazon で買ってったんですけど100ギガぐらいだったかな、30日有効で100ギガとか、そんな SIM カード500円でした。びっくりです。バイク借りて縦断しましょう。あ、それはねやっぱりいいなと思います。やってみたいんですけどどうかな。治安はいいですか？治安は多分良いと思います。意外と物価高いですね、日本と同じぐらい。いや、日本に比べるとだいぶ安いですね。で物によりけりっていう感じで、例えば午後の紅茶のペットボトルすごく高かった、250円ぐらいかな、500ミリのやつが高かったんですけど、ただ今日泊まってる宿がすごい広々としたシングルルームで、それで1泊1030円ぐらいなんで、宿泊費すごく安いなと思います。あとバスもここからハノイ帰るときにバス乗って帰るつもりなんですけど、5時間半かなの距離で10ドル1100円ぐらいなんで、すごく安いと思います。GoPro Hero 7の使い心地はどうですか？購入考えてます。GoPro Hero 7、まあ、今実際このライブも GoPro なのでとても良いです。はい、使い勝手、まあ、いろいろな使い方があって便利でいいんですけど、ただカメラの性能だけで言ったらソニーのアクションカムの方が上かなと思っております。このサパのメインストリートみたいですが道路状況あんま良くないですよね。でこんな風にアウトドア用品のお店とっても多いです。トレッキング用に売ってるってことでしょうか。あ、そしておばあちゃんが民芸品売ってます。こういう風にね、道路状況と比較してすごくこうおしゃれで近代的で綺麗なお店結構多いんです。やっぱり欧米系の旅行者に合わせて作ったお店なのかなと思います。ビール飲まないの？あ、そうですね、ビール今晩あたり飲んでみようと思います。揚げ春巻きでも食べながらビール。あ、そうそう、こういう階段も普通に主要道路みたいなんですけど、適度にっては言わないな、ところどころ崩れちゃっててちょっと怖い。でもそういうカオスな感じがベトナムらしくていいなって思ってます。筋肉超人だと誰が有利な環境ですか？これは筋肉マンの話ですか？環境ね、硬い階段があるんでとりあえずスプリングマンは有利だと思います。あ、そういえば今回ファーウェイバンドってスマートウォッチ的なものを買いまして、運動量出るんですけど、今日午後の散策で1404キロカロリーも使ってることが分かりました。やっぱり旅でいろいろ歩くとエネルギー使ってるんだなということを再認識しました。32分ぐらいのライブ配信完了です。230人ぐらいの方に同時に見ていただいて、
たくさんのご来場ありがとうございました。今日の観光はだいたい完了です。で、両替して何か買って宿帰りたいんですけど、どこ行ったらいいんだろう。町の中心部なんですけど、レストランとかカフェはいっぱいあるんですけど、両替できそうなところと、あとコンビニ的なお店がなかなか見つからないです。お店ありました。あの細長いビルの1階、普通にコンビニ的な感じです。その周囲がね、いろいろとあるせいで溶接してたりとか、目を奪われちゃってなかなかこう気づきづらかったんですけど、はい。地球の歩き方の地図外になっちゃうんで、こっち来てなかったんですけど、こっちはこっちでいい感じです。湖みたいなのあるかな、もしかして。このレストランもイケスがあるし、この一角キラキラしてておしゃれでいい感じです。で、銀行もありました。まあ、窓口は閉まっちゃってると思うんで ATM 使いましょうか。とても綺麗な公園になっています。ここら辺道路も建物もすごく綺麗だし、すごくいい雰囲気です。楽しそうな湖がありました。ライブ配信の時こっち来ればよかったかな。いやー、ほんと綺麗だな。これで霧がかかってなかったらもっともっと綺麗なんでしょうね。山も見えてすごい。作り物だと思うけど、すごい迫力のものを見つけてしまった。面白い、早いです回転が。では買い物していきます。コンビニより大きいかも。傘とかおもちゃとか売ってるし、ミロのチョコレートと小さい水と大きい水を買いました。時刻は18時32分。日が落ちてきたらライトアップがピカピカしてすごく綺麗です。植物もライトアップされるんですね。このまま夜の街散歩したい気持ちもあるんですけど、いくらなんでも疲れたので一旦宿に戻って休憩します。この建物もライトアップされてすごく綺麗になりました。わあ、綺麗。これだけの建物だし両替所あるといいな。2階が乗り場みたいなんですけど、こっちは綺麗なショッピング街になってます。宿まで戻ってきました。一休みしたらまたご飯食べに出かけましょう。はい、ありがとう。カモン。暑い。はい、ただいま帰りました。やばいな、ちょっと無茶しちゃったかも。結構疲れてます。ゆっくり休もう。時刻は21時。割と回復したので外出しますって。ここか。宿のすぐ隣が賑やかで楽しそう。なんだろう、レストラン、ショー付きのレストランですか、それともディスコ的なものでしょうか。なんか路上の人も踊ってる。パーティーなんですかね。なぜか窓際に集まってきてアピールしてます。ベトナムサパ楽しいな。じゃああっちの広場の方行ってみます。こちらのサパセンターホテルさんで両替してもらいました。これで安心です。ちなみに日本円は取り扱ってなくて US ドルからの両替となりました。レートは銀行よりちょっと悪いぐらいだったんで、全然納得でございますって。あそこでなんかショーやってるぞ。今日月曜日ですし、見学してる人もそんなに多くないし、これはいつもやってるようなそういうパフォーマンスかな。なんでか分かりませんが、この広場ピカピカしてますね。なんでかな。なんか夕方よりも霧というか雲というか濃くなった気がします。視界悪いですね。だって広場だってあんまりよく見えないし。あっちの方のいいレストラン行ったりね、マッサージしたりしたかったんですけど、雨降ってきちゃったんで引き返します。宿のすぐ隣も食堂だったし、そこら辺で済ませちゃいましょう。あ、結構降ってきそうだぞ。早めに気づけてよかった。わ、雨が強くなってきた。なんで元気の先っちょ落ちてんだ。はい、すぐそこバイクが止まってるところ、宿です。どっちで食べようかな。こっちで食べます。バーベキューのいい匂い。宿のすぐ近所なので安心してビール飲めます。しかしサイゴンビール頼んだはずなのにハノイビールだぞ。
まあ、フードは頼んでます。レッド床のえマイショー、あ、ごめんなさい、レッド床、床の床の床の床、ソーリー、ナーサンキュー。あのおばちゃん、普通にご飯食べに来たみたい。大きいカゴ持ってお土産物、民芸品売り歩いてるんだと思います。あれは立ってる方は明らかに観光客だと思うんですけど、もしかしたら食べたいものを自分でザルに入れてそれでバーベキューにしてもらうのかもです。いいシステム。シーフード春巻き来ました。いい匂いですごく美味しそうです。でも結構待ったので酔いが回ってきちゃったよ。大丈夫かな。薄皮でサクサクとしてて、中はねふわふわって柔らかいんです。豆腐だったりして、まあでもねすごく美味しい。タレもこってりしてて美味しい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 。シーフードの練り物かもしれないです。すごく柔らかいし、はい、オッケー。はい、あ、ポト、はい、どうも。座ってくれますか。はい、はい、ありがとう。Thank you。 なんか熱心に商売しに来たんですけど、ノーサンキューです、ごめんなさい。ごちそうさまでした。こちら今食べたお店で、ここが宿です。近くてよかった。ただいま。はい、じゃあ部屋に帰って寝ます。おやすみなさい。